バックウォータースワンプペイルローズにてドクターでやっていきます。で、今日のドクターなんですけど、もうすでにビリビリロードが見えてるかと思いますけど、このミルキーウェイね、そんないいもんじゃないけど、このスタティックブラストはこれ普通に放射状ですけど、信用範囲内ですけどね、このビリビリロード、インタビューテープってやつで電撃がレーザービームになるようにしてますと。で、そのレーザービームがなんか範囲結構横狭くて2メートルってね、よくわかんない、当たりにくいと、当てられないというわけで、あのレーザービームの範囲が見えるアドオンをつけてきました。ダメだよそれその地図帳拾っちゃダメです。どうも。で、あー、これ当たってんのよっ。これ当たるよな。OK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 、 これ間に合うわ。ほい、OK。 そう、このレーザービームがね、当てんのむずいから、あのレーザービームの範囲が見えれば当てやすくなるかなということで、このアドオンをつけてきましたと。じゃあこのビリビリの範囲見えるアドオン誰も使ってないでしょ、で、誰も使ってないがゆえに多分みんな知らないバグをまた発見したんですけど、その動画はおまけでつけておきます。はい、やっていきましょう。まず、クモンの根源で合ってるか、つけてるのでスタティックブラストの範囲が広い、心音がでかいからね。 OK。 んーね、よっ。あー、これ当たらんのか。あ、間違えた。凍っちゃったらまだ超えられるか。そやね、ダメだな。こうでいいかな。で、はオッケー。なんか振り向いてで発してくる人結構多くなったよね。お、投げとこ。おい、当たらんか。お、でも2回ボッコン言わしてくれてんね今の離れる瞬間スキルチェックが2回連続で発動したんやろか。なんかそんな感じするよね。今の 20% 減やからね。一発失敗すると 10% 減やから結構でかいよ。お、あー、スパーか、めんどい。そしてイタチを決めて 45% 減、いいね。2人でやってたんやな。んーで、まあこの船の方かな。ここあんま置いたくないねんけどな、ここ強いから。まあでもここって逃げ方ちょっと難しいよな。でもちゃんと分かってる、逃げ方されると強いから。発電機でも蹴って、いや、お茶濁しといて。やってんな、タッチしてんな。どうしよう。あ、いた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 。この人でいいか。ほい、こういうイタグルさ、あ、倒さないで取ってくれた。じゃあ殴れるな、これは。ほい、まあ倒してくれた、ラッキー。うん、なんだ、いけるわ。よしよし。で、はいはい、こっち帰ってみようか。あんまり後ろ見てない感じがあった。オッケーオッケー。べい、これ当たる？当たったね。あんじゃまだ超えれない。オッケー。これいったでしょ。スプバヤシ。はい、オッケー。よっしゃよっしゃ。いい感じ。そう、今のさ、なんだろう、電撃って高低差あると当たらんかったりするやん。ね。まあ、それで言うと、ランプキンレーンの 1回と2回とかやったら絶対当たれへんし。だけど今ぐらいの高低差やったら当たるんやね。ここのペイロースの船のくぼみぐらいの高低差。ほい、あ、デビキンや。あ、デビキン行きましょう。2回目やんで、この人。おっしゃ、ラッキー。見誤ってくれた。これは追いましょう、追いましょう。ここ蹴る時間ももったいない。よっ、うん、当たらんねー。こういうのがピッて当たるから、これちょっと強気度上げていって、ちょっと3いったかな。おいおい、あっ、あ、そっか。いや、今ので読めたな。今ので読めなかったのはあかん。そしてこの引っかかりもあかん。ビューイーン違うわ、別に狂気入ってないか。いや、間に合わんか。そうか甘えたな。ちょっと焦ってんな。ちょっと待てよ。おい、で、あ、飛んでくるか。まあ、今のは読み合いか、しゃあないか。で、これで向こう飛んで、あ、これ、あ、よしよしよし、間に合った。なんか、ここ、変な柱が1本立ってるおかげで、ちょっと遅れてくれたね。
いやでもちょっと時間かかった今のは。しかもちょっとヘマがあったので辛い、よくない。今の2、30秒稼がれたんだけども、発電機ね、2人でやってたら1個回ったりするから、もう2、30秒でかい。さあベチリを持ってきてるので、あっち行きましょう。おい、そう、こういうのが当たんのよ、レーザービーム。治りそう、あそこやな、いいわ。はい、離れてない、いるんか。おっと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 、これ当たる。はい、オッケー。いいね、離れてない、マジいけるか。なんかデジャビやな。あ、しかもそっち、あ、それは良くないのでは。あなたスプーバでしょ。届かないです。オッケーオッケーオッケー。この人はそこまでこうチェイスに慣れてないかな。いやーでもどうしよう、この人も2回目でしょ。デビキンとこの人が2回目で、まあ、どっちかやな、どっちかやりきるやけど、どうだどうだ、どう行こう、あそこ、この3つで固めたいかな。ズバン、あそこ2人やってるわ。ダメ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 、しかものぶとい声多分こっちやん、ね。オッケーオッケーオッケー、デビキン追うか。え、待って、この人追って大丈夫か、なんか引っかかったし、ちょっと待って。いやでもやりきるしかない、うん、100% 勇気、やりきるしかないさ、うん。ちょっとね、1人やらんとあかんので、発電機1個、よし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 、しかも食らい倒しは嬉しい。発電機1個犠牲になるとは思うが、1人減らさんともうダメだ。ほい、当たらんな。ここで飛ぶ、飛ばない。オッケーオッケーオッケー。んでギャーって言わなかったことように飛ばないっていうのは分かった。飛べない。オッケー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 。よっしゃ、今の電源のタイミングは完璧やった。そしてあなたラッキー、これはラッキー。ここで回復でもしてたんかなね。よしよしよし、この2ダウンでかいぞ。足りない。よっしゃ、デビキンやって、でワンダウンでバベチリ移るかな。ほい、あそこに2人、なるほど、なんか向かってきてんな、なんだ。あそこは治るな、治るけど、ってことは向こうやってない。何、ありがとう。なんだ、美味しいな、何の肉壁。あー、なんかタゲ取りかな、治ったけど、あそこに行かせないためのタゲ取りの肉壁やったかもしれん。いや、まああの人は向こうで発電機じゃない方行ってるから、今のメグが救いに来るか、もしくはあそこの発電機をやるか。やってんねん、ダメだよ。危ねえ、ダメダメ、これやってダメ、これがこれちょっと中止。まあこのメグ多いよな、うん。あっちはまだ大丈夫やから、ん、どこ、あ、いた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 、そこいたないで、うん、終わりっしょ。素早いしね、この人。よし、これでまた1人減らしたと。残り2人、よし、回復してるので、オッケーオッケーオッケー、発電機を回せてないからこれ大丈夫。ちょっと遠いな、あれ近い、あ、当たった当たった。そうやね、小屋の方に時間なかったから、こっちあるはずやったもんね。おい、オッケー、しゃあ、まあこれは大丈夫でしょう。んで、うん、まあ心配なんはそこやけど、でこう、そこは進む、ん、あれ察知したか、あ、おる、ちょっと蹴っとくか、置いて、んで、まあちょっとあそこしっかり見とこう、大事を取って、やってないね。どうすかね、こちら辺に向こう行ったよな、一人行ったよな、あっちゃってる、あ、ダメ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 、それはダメですよ姉さん、力攻めよう。
船の板倒れたから船の方がいいかな。まあここ窓もうまいこと使われたらめっちゃ稼がれるけどね。あ？どこだ？上か。ああ、なんか普通にここ登ったんか。あ、この辺残ってんな。でもおい、ん？スマチャク？珍しい今のスマチャクやんな。まあでもスマートな着地ということが分かったので、スプバがない。おい、これ降りていく。これこれ、こういう段差。あ、当たらんか。やっぱ越えれんな。このレベル3入った状態での自然発狂では窓越えはできるんやな。いないな。いないってことはこれワンチャン向こうやってないかな。やってないかな。やってて今倒れたから直すのをやめていなかった。つけたね通電しちゃったけど、まあいいや、これはやろう。意地でも通電したろかという。ああそうやね、ワンチャンアドレとかありえるもんなね。それを狙ったかもしれない今のは。うん、結局それ通電した可能性はあるけど、だってこれ起こす瞬間ビリビリで邪魔するっていうのはね、したいんけど。え、当たってないの今の。なんか分かれへんなマジで。これしっかり枠内に入ってないとこれ当たった判定ならへんよな。今のは当たってない当たった判定抹茶むずいな。抹茶むずいわ。ほい、オッケー。まあまあ勝ちだからいいんですけどね。というわけでレーザービームね、これ使って分かったけど思ったより判定がシビアだということですね。なのでこの範囲が見えるアドオンなしでレーザービーム当てるのってやっぱり結構難しいなと思いました。ハントレスの斧ぐらいの範囲しかないんじゃないんかな、ね。そうそう、オッケー、よし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 。意外とね当たらないのよ。でハントレスの斧よりもなんかちょっと発生が遅い感じはするし、なんかね発生の仕方が独特やから、あの偏差打ちせなあかんちょっと遅い遅いから届くまでが。そうだから横に走ってるサバイバーに対してこれ当てるんであればちょっと前に狙わんと当たれへんし、なんか意外と難しいけど、まあでもなんかこれ見えるっていうの面白かったですね。ね、なレーザービームこれね、やっぱ遠くからあの発電機やってるサバイバー狙ったりとか、救助直前のサバイバーにバンって当てるとかね、で救助邪魔するそういうの楽しんでぜひたまには使ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。おまけも見ていってね。バイバイ。コールドウィンドファーム、フラクチャードカウシェットにて、ドクターでございます。はい。今日、あれ？今日なんですけど、インタビューテープで、ビリビリのね、おらんし、ビリビリのビームを見えるようにしてるアドオン、ないじゃん。ちょっと待ってくれ。アドオン無効化バグとかやめてくれ全てを否定するバグやめろマジで。なんだアドオン無効化バグってこんなアドオン誰も使ってないから報告されてないでしょこれなんだこれもうえや